ホンダ RS は、ホンダ技研工業が発売しているオートバイで、ロードレース用の競技専用車である。1993年に、世界チャンピオンを獲得したダークラウディスの、マシン RS125R は、HRC 製の2ストローク 124cc、短気筒エンジンを搭載するレース専用マシンである。末尾に、R を付けず、RS125 と呼ばれることも多い。 ロードレース世界選手権 125cc クラスには1987年、イタリアのエツヨジャノーラをライダーにプロトタイプのマシーンを参戦させた。翌年からレギュレーションが変更となり、エンジンが短気筒のみに制限されるのを見越してのプロトタイプ投入であった。ホンダにとっては1968年に GP 参戦を休止して、以来の同クラス本格復帰であり、 初の2ストロークマシンでの参戦となった。翌1988年には、第6戦ニュルブルクリンクで、ジャノーラが初優勝を果たした。そして1990年に17歳のロリス、カピロシシが、初めてチャンピオンを獲得して以降、RS125R は、以下の通り、延べ9名の世界チャンピオンを生み出した。しかし、ホンダは2004年に車体を、 2005年にエンジンのキットパーツの開発を終了させてしまったため、ライバルのアプリリアに比べると、性能の差が大きくなり、2009年時点で RS125R でグランプリにフル参戦するライダーはほぼ皆無になってしまった。また 125cc クラス自体も2012年により、元3クラスにリニューアルされ、2ストロークエンジンのマシンは参戦不可となったため、後継車両として、 NSF250R が登場している。初元1984年型 RS125R は4型となった。1984年型 RS125R4 型、初元1984年型 RS125R4 型初元1986年型は PJ 型キャブレターの体系化など旧憩系を変更した。 1986年型 RS125R 初言1986年型 RS125R 初言1987年型はフレームがアルミニウム合金ボックスフレームとなった。1987年型 RS125R 初言1987年型 RS125R 初言1988年型はエキゾーストパイプの配置が 今までの右側から左側に変更となった。1988年型 RS125、R 初言1988年型 RS125、R 初言1989年型は、小変更を加えて、完成度を高くした。1989年型 RS125、 R 初言1989年型 RS125R 初言1991年型はマイナーチェンジであった。1991年型 RS125R 初言1991年型 RS125R 初言1992年型はエンジンをマイナーチェンジし、また別売でセットアップキットが販売された。 1992年型 RS125R 所九1992年型 RS125R 所九1993年型は1993年1月に発売された。1994年型は1993年11月に発売され、ポート形状を変更してパワーアップを図った。百九十四年型 r s 二十五。 R 初言1994年型 RS125R 初言1995年型はエンジンのケースを新たにして発売された。1995年型 RS125R 初言1995年型 RS125R 初言1996年型はミッションオイルの少量化、かつ摩擦によるパワー損失の軽減化を図った。 1996年型 RS125R 初限1996年型 RS125R 初限1996年8月に、レギュレーションの変更に合わせて、無塩ガソリンに対応した RS125R が発売された。1997年型 RS125R 初限1997年型無塩ガソリン対応。 RS125R 初言1998年型は、景品製ショート PJ キャブレターを装備した。1998年型 RS125R 初言1998年型 RS125R 初言 RS125RW RS は、ホンダ RSC HRC 製の市販ロードレーサーである。初言1980年に RSC から販売された。 水冷にストローク短気筒 125cc の市販ドードレーサーである。空冷エンジンの MT125R の後継機として CR125R の水冷エンジンを搭載する。1980年型 RS125R、W 初言1980年型 RS125R、W 初言1981年型は、 全日本ロードレース選手権に出場するライダーを対象とした RSC 製のマシン。1981年型 RS125RW 初言1981年型 RS125RW 初言1983年型 RS125RW3 RS は HRC 製の市販ロードレーサーである。フレームの光合成化ためにスイングアームピボットの エンジンマウントやめ、スイングアームを、角型スチール製にする。1983年型 RS125R。W3 初言1983年型 RS125R。W3 初元 RS250R は、2ストローク 249ccV 型に、気筒エンジンを搭載する、レース専用マシン。ロードレース世界選手権。 GP250 クラスなどのカテゴリーを戦う。RS250RW は有力エントラントにホンダから供給されたスペシャルモデルで後継は NSR250。1985年にフレディスペンサーが RS250RW で 250CC クラスの世界チャンピオン。同年に小林大が 250CC クラスの 全日本チャンピオンとなる。2001年を最後に、ホンダは NSR250 の開発を終了する代わりに、RS250R にワークスキットを組み込んだ、RS250RW を投入したが、2007年をもって開発を終了した。GP250 クラス最後となった2009年に、青山博和が2年落ちとなる RS250RW で、 GP250 クラス最後のチャンピオンを獲得している。初言 RS250R は HRC 製の市販ドードレーサーである。1984年型 RS250、R 初言1984年型 RS250、R 初言1986年型は排気デバイス、アッテックを装備し、俺のない出力曲線を描く。フロントホイールは17インチとなる。 1986年型 RS250、R 初言1986年型 RS250、R 初言1987年型 RS250、R 初言1987年型 RS250、R 初言1988年,19年型は、クランクシャフトやポートの設計が変わり、ワークスマシン NSR250 により近い、能力を持つようになる。 1988年型 RS250、R 初言1988年型 RS250、R 初言1989年型は、ワークスマシン NSR250 の市販版である。1989年型 RS250、R 初言1989年型 RS250、R 初言1992年型は、 フロントフォークを当日フォークとし、また、排気系のマイナーチェンジで加速力アップを図る。1992年型 RS250、R 初言1992年型 RS250、R 初言1994年型は、ブレーキキャリパーを、ブレンボ製を装備。1994年型 RS250、R 初言1994年型 RS250、 R 初期1995年型は、サスペンションの設定を、マイナーチェンジ。1995年型 RS250、R 初期1995年型 RS250、R 初期1996年型は、V 型エンジンの強角が1995年型の72度から75度へ、変更された。また、排気バルブとカウルを、ワークスマシンの順次で変更。 1996年型 RS250、R 初九1996年型 RS250、R 初九1998年型は、カウルのスクリーンを高くし、ライダーの負担軽減を図る。1998年型 RS250、R 初九1998年型 RS250、R 初元 RS500R RS は、 HRC 製の市販ロードレーサーで1983年に発売された。前年に発表されたホンダ NS500 の量産モデルであり、両社の間には共通点が多かった。排気量 498.6cc の2サイクル、水冷、V 型3気筒が搭載された。基本価格は TZ500。 RGB500 が300万円程度であった当時に500万円と高額であったが前年度の NS500 よりも若干落ちる程度の高いパフォーマンスを発揮すること若手ライダーを中心に NS500 の格落ちエンジンや部品が供給されたことから多くのライダーが選択したセッティングの幅が広く様々な味付けが可能なマシンでもあったライディングポジションや ギアシフトのパターンだけでなく、パワー特性、ハンドリング等の基本的な部分に、マシン1台1台の個性が強く出ていた。それまでの市販レーサー、例えばヤマハ TZ350、250、500、ルカティ750、スズキ RG500、RGB500 などは、どのライダーが乗ってもほぼ同じ特徴を示していたが、RS500 は、 セッティングの自由度が比較にならないほど広かった。例としては、スタンダード仕様で、フロントホイールが16インチ、リアが18インチだが、前後18インチホイールに乾燥したりフレームを、ニコバッカ製やシュバルエ製等に乾燥するケースもある。またエンジンを高度に注にし、ワークスホンダに迫るスピードを発揮したチームもあった。ロスマンズホンダチームの RS500 エンジンは、 ベンチ計測において、ワークス NS500 のエンジンパワーをしのいでいたと言われている。1983年シーズンは前日のロッシュ以外にもユーゴスラビア GP でプライベートライダーとして RS500 を狩るイタリアのジョバンニペラティエが、ワークス NS500 を狩るマルコルッキネリをコンマ3秒差で抑え、8位に入賞した。また、デーブ・ピーターセン、ウッド・バンドルメン、ファビオ・ビリオッティ、 グスタフライナーで、グスターベ、ライナー、ピエール・エティエンヌ・サミンラによって上位入賞することも多数あった。1984年シーズンの世界 GP では、ワインガードナーや後に、レーモント・ロッシュが表彰台に上がった。一方、ホンダは、翌1984年には4気筒モデルのワークスマシン NSR500 の開発に着手し、1986年頃には、 市販ロードレーサーである RS500R を使用するプライベートチームでは好成績を収めることができなくなった。しかしながら NSR500 を元にした市販車両や他のメーカーの同クラス車両は市販されずプライベートチームは部品をやりくりしながら RS500R を使用し続けていた。そんな中、1988年にイオベ・トクオがワークスマシンが 数多く参加する全日本ロードレース選手権 500cc クラスで一勝をした。日本国内では1990年に松本の明が使用したのが最後であった。実質的な後継車両として1997年より市販が開始された NSR500V がある。車両解説ワークス NS とその量産市販型 RS は フロントカウリング、シートカウル、タンクなどは、ほぼ同一であり、多くの部品の基本設計が同一で互換性があるが、量産化にあたって、グレードやコストを下げられているため多くの差異がある。RS、NS どちらもアルミ合金製の手曲げ加工によって、製作された。性能と外観はほとんど差はないが、1985年使用のロスマンズホンダブリテンチームの NS では、 前輪荷重を増やすためエンジンマウントが 20mm 前方に移され、ステアリングヘッドの位置も変わり上部のレールがわずかに低くされている。NS はスイングアームが長く重量配分が変更されており、リアサスペンションとスイングアームをつなげるリンクの形状も若干異なる。フロントフォークのアウターチューブは NS がマグネシウム合金製に対し RS はアルミ合金製であり、 サスペンション系も NS は43ファイト RS より太い。オイルや冷却水などを含む半乾燥重量は RS が 122kg に対し NS ではチタン製やマグネシウム製のボルト、ナット、パーツを多用し、その他にも細部にわたる軽量化を施したため 117kg と 5kg 軽い。ホンダレーシングのテストで RS500 のボルトリーを ワークス NS500 のものに置き換えたところ、数キログラムの単位で軽くなったとのレポートもある。エンジン関連、V 型3気筒で、レイアウトやデザインは同一だが、シリンダーは NS がオーリングとラバーシールによって、クランクケースに取り付けるのに対し、RS では従来のガスケットを介して取り付けられている。そのため取り付け前の排気、吸気ポートの高さが異なる。 ワークス NS ではこのシリンダーブロックに当時の最新技術を使った CFRP 製リードバルブを使用している。クランクシャフト、ピストン、ミッションのデザインは同じだが、クラッチハウジング、ギアセレクター、ギアの材質が異なり NS の方が重量と抵抗が少ない。クランクケースは RS がアルミ合金製であるのに対し、NS ではマグネシウム合金製である。 キャブレターはどちらも景品のマグネシウム合金製だが、RS が3 6イに対し、NS が3 7イで、楕円形の吸気口を採用している。排気デバイスのアッテックは、RS では1983年と1984年モデルには、装備されなかったが、1985年モデルで、上の2気筒のみに装備された。 それに対し NS は1984年以降3気筒に全部装備されておりスロットルレスポンスと扱いやすさに差があった。RS では初期のワークス NS と同様8000回転を超えてアッテックのバルブが閉じた後急激に加速していくためコーナーリング中にこの回転域に入るとテールスライドが突然始まるなど神経質な特性であったが NS では 低回転からもっとスムースに、ピークパワーに続く特性でより無駄なくパワーを使いこなせるものであり、トルク感とレスポンスは非常に鋭かった。アッテック非装備だった初期の RS は、ワークス NS デビュー年だった82年モデルに近いパワー特性で、パワーバンドは狭く神経質な特性だった。エキゾーストパイプも異なり、RS と比較して、 NS では10馬力近く高い133馬力を発揮している。1985年シーズン、チームイタリアのファビオ・ビリオッティがかる RS500 のメカニックだったペッピーのことジュゼッペ・コンサルビーは3つ目のアテックを自作して取り付けた。その結果ビリオッティは地元イタリアのミサノで開催された3割の GP で9位入賞を果たした。 初言1984年型は、1983年型、ワークスマシン NS500 の市販型として販売される。1984年型 RS500R 初言1984年型、RS500R 初言1986年型は、フレームがアルミニウム合金ツインチューブとなる。生産台数は10から15台。 1986年型 RS500R 初言1986年型 RS500R 初言。ありがとうございます。